つけた。いつ火消しか。戦争は突然勃発するのではなく、火種が少しずつ膨らんで、ある日爆発して突然起こったように見えるのです。火種がどこにあるのか、今どのくらい膨らんでいるのか、どうすれば小さくなるのか、そこそこ分かっています。火種を小さくする人のことを火消しと呼びますが、問題は素早く火消しを現地に送るシステムがまだないこと。戦争のことをよく知って火付けに負けない火消しになる、そんな火消したちの情報交換の場、レディオ火消しライブから飛び出したジャズ火消しライブ。今日は平日いつものレディオ火消しライブの時間に、ここ国分寺アート&ジャズエムズカフェよりスペシャルゲスト蓮池透さんをお招きしてお届けします。皆様お待たせいたしました。始まり始まり、ピアノは中島、ピアノ中島ひろえさん、トランペット伊勢崎健二さん、スペシャルゲスト拉致被害者家族の会元事務局長、そして、福島第一原発元働いてました蓮池透さんです。そして元というか、この間令和新選組より参議院選挙に立候補されて、惜しくも敗れて普通の人ですが、今日来ております。たっぷりお話をお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お酒、お酒、お酒はクランドサウンド理系兄弟、移して移して、はい。でこちらはですね、福島のお酒なんですね。あのクランドさんがいつも提供してくださる今日のメルカム日本酒は蓮池透さんをイメージして、実は蓮池さん去年もいらしてくださって、でその時は伊勢崎さんが中国機オーバーランのため時間内にたどり着けず、その時このお酒は伊勢崎さんを待っていた。でこの理系兄弟っていうのは、あのこの蔵元のこうお兄さんはお母さんを継いで薬剤師、弟さんが杜氏、そして膨大なデータをもとに理想的な日本酒をということで計算されて作られた美味しい食中酒、夏にぴったりなお酒です、はい、いただいております。飲みやすい、大変美味しいお酒ですので、ありがとうございます、はい、クランドさんまたいただきまして、はい、あの僕と蓮池さん理科系ですからね、理工科系、そうですね。物理学、私は電気、電気工学、はい、伊勢崎さんは建築工学、はい、なんですよね。なので、理系兄弟のお酒をいただいて飲みながら話を弾めていきたいと、うん、弾めていきたいってどういう日本語だい、はい、弾みをつけて話をしていきたいと思います。はい、はい、さてようやく会えましたねって。もうあれ、蓮池さんと何年ぐらい、もうずっとねジャズ火消しの初めの頃から、だから中島さんともものすごくお久しぶりですよね。何年、7年ぐらい前ぐらい、ね、ロフトでやった時、もっと前、10年ぐらい前、ロフトの時だよね、新大久保、懐かしいですね、相当前ですね、ね、新宿で ね、 ね、うん、あのね、壁がないというか窓がなくてペラペラのビニールなんだよねあそこね。なんかちょっと不安みたいな。でも面白かったですけれど、そんな時代からのジャズ火消しがまだ続いてますですよ。すごいことだと思いますね。
火付けね、火消し、火消していかなきゃいけない。石崎賢治は、私はこの頃思いついた標語がね、世界を武装解除する男、石崎賢治と思ってんだけど、北朝鮮できません。何北朝鮮別に武装解除しなくてもいいと思いますけど。あ、北朝鮮武装解除しなくてもいいよ。そんなこと言ってますよ。いやいや、した方がいいよね。武装解除というか戦争はしてほしくないですよね。石崎さんは本当におっしゃってることは理解できるんですか。はっきりマイクで入れてくださいね。じっくり読んだり伺ったりすると理解できるんですけど、でも難しいんですよね。なるほど、そこを優しくしていただけますか、誤解のないように。いや、私はできないんですけど石崎さんの発信をだんだんこう分かりやすくなって。あ、そうですね、それはそうかもしれない。もうちょっともうちょっとですか、もうちょいもうちょっとその今のそのいわゆる会見保険の、具体的に踏み込むとどういうとこですか。ですからその一つ踏み込んでみましょうか、試しに。ちょっと石崎さんもちょっと私と同じようにちょっとこう偏屈なところがあるんで、そうですね、見習ってるとも言えるかもしれないですね。そうですね、そうです。だってちょっとこう誤解を受けるようなところがあるんですよね。でもそれ誤解兄弟、私もそうですか。だから偏屈兄弟、偏屈兄弟で、それは私もよく分かってて、まあ、これは石崎さん一流のやり方なのかなとは思ってるんですけど。いやいや、蓮池さんも一流のね。いやいや、偏屈兄弟として、まあ偏屈はいいんですけどもう最近でしたっけ、私が安倍首相だったらこう演説する。ああ、最初は何か最初はすごい分かりやすかったんですけど、ええ、だんだんこう難しくなっていって。あ、そうですね。あ、具体的に踏み込んでいただけるとありがたいです。国際人道法が出てきて、はい、よく読んでらっしゃいます、ありがとうございます。それでその今の PKO とかがいかにその危ういものかと、はい、で最後でそこの説明はまあ私なんとなくわかるんで、でもお母ちゃんとかはちょっとわかんないのかなって言いやすいんで、でそれがで最後に、それをの元凶は憲法9条2項だみたいなことが憲法9条2項が2項が、だからわかるんですよ。戦争ってのは必ず専守防衛から来てると。でいかに日本が専守防衛っつっても、それは武力行使だと、それもよくわかるんですよ、はい、ただ石崎さんが一番おっしゃってるのは、つまりその国内法として、その自衛隊が海外に行った時の、つまり過失みたいな、そういうものを裁く法律がないっていうのを強調されてて、裁く法律がない、これこそがもう人道違反というか、これこそがもうまあ、戦争犯罪の火種みたいなものをほったらかしにしてるようなもんですよっていうことですよね、ですから分かるんです。じっくり読めば、よく読めば分かるけど、でもちょっとこう分かりやすくして、まあ石崎さんの苛立ちもあって、もうこれは右翼も左翼もどうしようもないっていうか、まあ右翼もリベラルもどうしようもないんだみたいなことになっちゃうんで、まあ絡みようがないから炎上のしようがないっていう不思議なスポットに入ってるっていうのは思いましたけど、考え方っていうのは本当に炎上してくんないですよね。炎上してできないっていうか、そういうふうにこう細かい芸でやられるとどう炎上させていいか分からない。炎上ってほら単純なこう着火炎上みたいな、着火炎上だけど、あれどこに火つけていいのか分からないって、すごい難しいですね。だから13歳から分かるぐらいの噛み砕いてもしくしていただけると難しいですよね。まあだから平たく言うと、その会見とかより今の状態はもうすでに国際人道法違反なんだよっていうのと、その上で海外に出しちゃってる現状がそもそも一番おかしいんだよっていうこと、一番分かりやすく言うとね、はい、ほら
自衛隊はいつかなくそう、ね、それは僕は、ね、軍隊なくなりと思ってるから、僕はね、戦争がなくなって、うん、軍隊がなくのはすごいハッピーでいいこと、ね、救助はそれを目指してるわけですよね、軍隊は、ね、持たないって言ってるんだから、でも今持ってると、はいね、あマイク口元にお願いします、ね、今持ってて、でもいつかなくなすんだからいいじゃないかそれで、あの戦争犯罪を想定したあの法体系を持たなくてもそのままでいいじゃないかって言うんだけど、事故が起こったらね、これなくすつもりだったんだっていうさ言い訳は成り立たないでしょ。本当そう思います、それは本当にそう思います、普通、ね、はい、だってね、お年寄りでね、明日免許を返納するつもりだって今日事故起こしたら言い訳にならないよ、うん、全く同じことでしょ、うん、道半ばなんだから、ね、今は必要だよ、今が大切で、今事故を起こしたらどうするかってことの話で、うん、今何も方がないわけですよね、うん、これは多分ね、あのすごくよく切れる日本刀をね、さやなしでチャラチャラ振り回してるような感じなんですね。それであえて言わせていただければ、うん、ないことによって誰が一番被害を受けて、うん、結果どうなるんだっていう、そうです、それを具体的にもうちょっと、そうなんです、それでどういうわけか言っちゃってるから海外に、ね、で、なんか起こした時にそれを裁く方がない軍事力を外に出してるわけです今、うん、ね、うん、ジブチってとこに今いるわけですけど ね、はい、でちゃんと地位協定結んでるわけで、日米地位協定でこれだけ苦しんでる我々がなんで逆の立場のあっちの民に民衆になってね、ね、想像ができないんですかって、アメリカ軍だって一応ね法律持ってるわけね、アメリカ国外で軍隊が悪いことしたらどうするかっていう裁く法は持ってるわけ、ね、それが運用されるかって別の話だけれども、日本はその法自体がない、それで出かけていって地位協定相手国と結んでなおかつ裁判権を放棄させてるわけ、地位協定だから、こんな詐欺はないでしょ、こんなひどいことはない、そう分かるんですけど、うん、仮にその自衛隊が海外に行って、うん、こういう法の不備の中で何かトラブルを起こした時に、うん、どうなっちゃうんですか、そうどうなっちゃうんですか、結果誰も考えてないですよ、分かんないんですか、実は個人の責任としてやろうっていうことなんですよね、うん、今は石崎さんの考え方だと、うん、そのトラブルを起こした人が国内法に基づいて、うん、つまり一番恐ろしいのがね、ね、自衛隊員が事故を起こすでしょ、どっかで、ね、で生存するでしょ、で民衆が捕まえると、うん、ね、でジブチ政府も、まあ、これは、ね、話してあげなさいって、ね、でこの人はちゃんと裁かれるはずだからそういう協定も結んでますし、それが普通のシナリオなんですね、でもしあっちの野党とか民衆とか、ねね、ジャーナリストもいるでしょ、ね、そういう人たちが日本には法がないって知ってたらどうするか、そのまま拘束するでしょ、例えばちょっと話戻っちゃいますけど、その人がじゃあ日本で国内法があるだろうっつって、うん、例えば日本に帰ってきたらどうなっちゃうんですか、あ日本の現状だと何もできません、何もできないんですか、つまり日本の刑法とかでは裁けない、裁けない、ああじゃあどうにもならないですね、あの日本の刑法が裁くとしたら自衛隊員がいわゆる故意犯、殺人とか恐喝とか窃盗とか、うん、そういうのは裁ける、業務上過失致死罪とかなんないですか、ならないですか、刑法の管轄外だから、じゃあ何にもないってことなんですね、なんか何にもないからいいじゃないかってなるのが一番怖い、当たり前のこと許されないで、当たり前って石崎さんが言うから他の人が余計わからない、うん、その当たり前の感覚がないから、うん、だからない人にそれを言うっていうのは、うん、その石崎さんはずっと武装解除屋さんとして、ちょっと待って、ね、うん、日本はね第二次世界大戦中ねね、東京裁判かけられて、ね、戦争犯罪いっぱい犯したわけ、捕虜をさ虐待するとか殺しちゃうとか、これ全部戦争犯罪だよね、この戦争犯罪は定義は今でもあるわけ、わ、うん、かるでしょ、はい、ね、なんで日本人は今我々が戦争犯罪を犯さないっていうふうに意識しちゃうんだろう、そこは分からない、あれだけやったのにでしょ、うん、だから自衛隊っていう特殊なものだからっていう、関係ないと、だって動員されれば、再演する一般民衆でも、前北さんだって捕虜の首絞めて殺したら戦争犯罪者なんですよ、そうですね、私は、はい、武器を持ってるか持ってないか関係ない、これ、
まだ関係ない、戦争犯罪って。そのリアリティが普通の人にない。リアリティってあれだけ我々動員されたんですよ、第一次世界大戦。なんでこれ忘れちゃうの。あんだけ戦争犯罪を犯したに国民が。あ、戦争犯罪を犯したと思ってないんですよ。東京裁判は、あの、ある種、アメリカに裁かれたと。そうそう、だから、本当の戦争犯罪じゃなかったって思ってる人多いと思う。よくさ、よくこれでさ、70年来ましたね。あ、というか、だから教育されてない、その後、あの東京裁判は何だったのかとか、戦争犯罪とは何なのかって学校で教えたって話聞いたことない。聞いたことない。聞いたことない。伊勢崎さん、伊勢崎さん。そういう世界で僕と同じような世界で生きてたんだからさ、うーんとか言っちゃった。伊勢崎さん、伊勢崎さん、逆に聞きますけど、戦争犯罪を日本の学校が子供たちに教えた痕跡はあるんですか？ないね。ないから知らない。子供する必要ない、ね、いや子供じゃなくて学校教育で教えてないんですよ、戦争犯罪とは何かっていうの。だって戦争しないから戦争犯罪起こさないっていうふうに。それ知りません。だってっていうのは知りません。それは誰のだってなのか分かんないけど。じゃあ、 逆にどういうふうな法体系を作れば一番いいと思う。まあ、一番簡単な、一番ね、20年前にやるべきだったのは、ね、その時は僕は救助を残したいい方がね、民主党の前だったからね、まだ救助を残してもいいんじゃないかと思ってたんで、まさか民主党があんなことやると思わなかったから、うん、政権になってね。で、20年前だったら現憲法下で刑法を変えればまあなんとかできたかもしれない。刑法をその戦争状態でのそうですっていうのを加えるってことですか。国外犯懲罰規定っていうのをちゃんとつけるってことね。自衛隊法と刑法にちゃんとこれをする、ね、でそうすれば問題はね、これでもまだね、一般犯罪個人犯になるんですよ ね、 そうですね。で自衛隊は軍隊だから、だからそこでブレーキがかかるかもしれない。つまり個人の犯罪しかできないような業務しかできないんだよってみんな分かれれば、そういう業務しかできないじゃない。そしたらブレーキになるわけですよ、うん、でっかい部隊を出さないとかね、急上下で本当にそれができた、うん、ね、うん、20年前の話ですよ、うん、今ダメよ、もうダメでしょ。なぜダメって言うんですか。出てますから。今出てて、で法律がないよって伊勢崎さんがたくさんブログで書いて、ブログっていうかいろんな記事で出してますよね、出してますよね、出してますよね。それで理解は広がってますよね。それは法律がないよっていうのは広がってますよね。前よりは、前よりはね。伊勢崎さんの今の状況で理想的なその法体系っていうのはもうダメでしょ。もうね、ここまで来ちゃったら、なぜ戦争犯罪を起こす可能性、構造を持っていて相手国まで出かけていって裁判権をね剥奪するんですよ。これ詐欺でしょ。それわかりますけどね。じゃあ詐欺がわからない。日本がどういうその裁判権というか、それ皆さんに今憲法会議みたいなイメージですか。考えてほしいわけですね。つまり国際人道法とかね、今その後あのローマ規定とかあるでしょ。国際刑事裁判所もできてね、いわゆる戦争犯罪と人道に反する罪っていうのができたわけ、新しい ね、その2つにね、この2つにどっちも我々対応してないんだけど、これをね、部分的に消極的にやるのか、やるんだったら現憲法やるってないですか。だから法整備を整えるのか、うん、ね、じゃなくて世界に冠たる平和国家なんだから、そういうものを常に先取りして、例えば核兵器禁止条約、あれまだ国際人道法になってませんけれども、あれ非準国が多くなれば核性兵器の使用は戦争犯罪になるわけね。こういうものを積極的に、まだ誰もね、ね、批准してない時に積極に手を挙げて、ね、それを使った日本人を積極的に厳しく裁く方を誰よりも早く作って、ね、先取りする。そういうビジョンを持つか持たないかですね。持った時はそれを先取りすればいいですよね。持たない時はちょっとずつ消極的に取り込むっていうこと。だから我々の平和感をどうするかですよ。これだけ平和ってね、平和国家だなんてことを自慢してたんだから、本当はそういうことで世界をリードしなきゃいけない、本当は、うん、だから積極的な手法と消極的な手法と2つ考えられますよって、どっちを取りますかっていうことなんですね。そうです。じゃあ積極的にやるんだったら憲法を大幅に変えて国民コンセンサスを取ってやらなきゃいけないし、僕は今そっちの方言ってるけど、消極的にやるんであれば、ね、現憲法下でも刑法と自衛隊法をいじるだけでなんとか形を取るでしょうね。そう、
敵地の何でしたっけ、敵地の国外反処罰規定、国外反処罰規定。でもその問題は、うん、それでも自衛隊個人に罪を負わさなきゃいけない、国家の命令行為、うん、それでいいよねっていうことを一応コンセンサスを取らないといけないってことですね。そうそうそう、これは消極的な、そんなこといいわけないんだけど、いいわけないけどでもないよりはマシっていうやつですよね。戦争犯罪だとしたら、その現地で最前線で戦ってる人ではないですよね、うん、責任を取るべき人は安倍首相ですよ、ですよね。そう、安倍首相を起訴できる法律を持たなきゃいけない我々は、うんうん、つまり指揮命令系統も安倍さん変わるかもしれないから、誰でも命令した人の責任を問うっていう、今では何やっても自己責任ですから、うん、そうですね、そう、うん、確かにこんなめちゃくちゃなことない、自己責任にしてするにしては我々がね、我々が持ってる武器は大きすぎますから、うん、破壊力が現時点でですから、あのすごいインパクトあるのは、その日本はもうあの戦争放棄みたいなことを言って、まあ、自衛隊があって、うん、でその交戦権うんぬんとか、うん、武力行使うんぬんとかありますよね、うん、でも石崎さんが書かれたりおっしゃったりしてることで一番わかるのはもう世界中の戦争がもう専守防衛っていう名のもとに起きてる、あるいは自衛権っていう、全部自衛の戦争なんだから、だから日本だけが自衛のっていう、日本だって専守防衛っつって、うんうん、まあ相まみえれば開戦になるし攻戦になるよ、攻戦になるよってこと、それすごいよくある、ね、うん、で専守防衛が日本的な意味を持つとしたら、ね、地理的な制限を、うん、出ないと、ね、自衛隊が出ない、それ以外の方法はありえません、だって全て自衛なんだから、うん、で国連が命令する行動以外は全て自衛ですから、あと日本なりの自衛を定義するとしたら、ね、制限しなきゃいけない、本土が攻撃された場合絶対出ないっていうこと、うん、自衛隊は外には行かない、それが国民のコンセンサスだったらそうすればいい、うん、今だったらそれがないから憲法で存在がないものがどんどん出ちゃってるわけ、グレーゾーンだけどん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 増えてて、もう起きてから考えるっていう、これは想定外が増えるだけっていう、想定しろよっていうことですね。イランのあれに加わったりしたら大変なことになっちゃう、大変なことよ、あのアメリカ軍がねやらせないと思う、そうですかね、うん、つまりあの多国籍軍としての本体としてね、いわゆる部隊として自衛隊は入れ、ね、使えないってことはアメリカ軍分かってるから、これ本当なんですよこれ。うん、2年前ほらソウルに僕行ったでしょ、アメリカ旅行で、はい、全部分かってますから、うん、それなぜこれだけ憲法を変えるとかギャーギャー言ってるかというと、ね、それだけ日本が武器買うし大体、うん、使えない武器を ねだからそれは持ってるのは持ってるだけちょっとした影響力あるじゃないですか、ハリボテでも、ね、アメリカも儲かるしそれだけのものでしかないですよね。作戦の中ではアメリカが使えない、自衛隊は使わないって分かってるから、1個さっきの確認で消極的な方は分かりました、うん、あの外地でのっていうのは、あの積極的な方、憲法を変えてっていう積極的な方っていうのをちょっと、まあ、パターンです。誰よりも国際法を守る、誰よりも国際法を守る、つまり使っちゃいけない武器、やっちゃいけないことに関してはどの国よりも、ね、うん、先に手を挙げて批准しね、ね、それをした日本人を厳しく裁くという国内法を持つ、それによってリードをするってことです。それはすごいかっこいいですね。本当は平和国家って当たり前伊勢崎さんだけ当たり前って言ってることがすごく多すぎる のそれが問題なの。憲法9、前ちょっとです、ね、あの読ませていただいたこの憲法9条をどういうふうに具体的に伊勢崎さんのアイデアとしてはどういうふうに書けば、うん、100% とはいかないまでも、あの自衛よりもっとすごいね、僕はあの迎撃力って言ってるんですけど、はい、迎撃力、あ、迎撃力、ね、はい、ね、とにかくあの迎撃っていうと本当に撃たれなきゃ迎撃できないわけだから、それを明確にするってことですよ ね迎撃しかしないしないってこと、それも絶対に日本の領海は出ない、領海は出ない、出ないでしょ、ね、で国際法、人道法とあのローマ規定、ね、を誰よりも守る、この3つですよ、それを入れればいい。それって可能なんですかというか、迎撃世界一って面白いなと思って、うん、迎撃
だけだったら一番被害が少ないってこと、一番国際人道法を犯しにくいってこと、いろんなことだと現役なんか起こりますよ。だから国際人道法を誰よりも遵守して守りながら、うん、守りながら、うん、もし領海外で侵略しようとしたらタラじゃおかないぞ、でも領海外出たら追っていかないからね、そうだけど、うんうん、じゃあ空母なんかいらないですよね。いらないです、全くいらない空母いらないミサイルもいらないとにかく領海内に入ってきたら我々は国民一丸竹槍でも戦うぞっていう、それだけの話です。でも一歩領海外出たら追っていかないよ、うん、で北朝鮮が、ね、ミサイルね、こっち核弾頭を積んでミサイルにね、燃料注入しててもね、つまり先制攻撃し絶対しない、うん、それを高らかに歌い上げると思います、うん、今の迎撃世界一はどこの国なんですか。な国ありません。ない一個もない。自衛権に地理的な条件をつけたのは、まあ、国はありません、うん、自衛というのは非常にあやふやな概念ですから、国際法で。うーん、エクアドルとかどうなんですか。コスタリカ、あ、コスタリカ、コスタリカはコスタリカだって集団的自衛権認めてますから。あ、そうなんですか。国民開閉です、あそこ。あ、そうなんですか。そうです、徴兵数憲法上、憲法してますね。そうだって、税金を納める、憲法を守る、それと国を守るっていうのは憲法上の国民一人一人の責任になってるから。あ、じゃあ自衛を極めた国っていうのがまだない。ない、世界上には。じゃあ日本は自衛を極める、これが自衛の道であるって、これがモデルであるっていうところはまだ誰も突き進んでないから、そこへ行こうよっていうのが伊勢崎さんの当たり前。あ、それは当たり前なんだけど、ちょっとねタイミング的にね誤解されたり、今日はここで線があるよねって誤解されたりとか、いじめちゃいけない、ごめんなさい。まあいいんですけどね、今日はもう本当に本当に長谷さんと話し合ったのはね、一回本書いたでしょ、二人で対談のね、はい、何でしたっけあれあれはちょっと拉致問題あじゃなくて、東京電力、東京電力、はい、それでこうその話も、ね、原発の話をしながら言ったんですよね、対談の中で。原発が狙われるね、標的となることをちゃんと安全保障の問題と考えたら、ね、防衛省いらないですから、うん、だってもう防衛論が成り立たない国ですから、こんな国は世界中にないんでしょ、これ。ね、原発がこれだけ、まああれはもう、ね、縁取りされてて、原発で縁取りされてて、それでなんかね、選挙運動やってるから、ね、ちゃんと見てましたから、フェイスブック。ね、行きましたよね、原発ね。で、全く何もされてない、警備もされてないし、まあそうですね、避難路も全然ダメだし、ダメですもん、ダメだし、うん、何もやられてない。うん、それ で, でちょっとまあ話、原発になっちゃいますけど、今、テロ対策やるって言ってるんですけど、ちゃんちゃらおかしいですよね。でテロ対策するんだったら、止めろってことなんですよ。そう止めて、ね、ま、燃料出さないでなんですよ。そう、稼働中と稼働ね、稼働を止めても脅威はありますけれども、 まず稼働を止めないと話が進まないよね。まあもうちょっとちゃんちゃらおかしいを具体的に説明していただけると。ですから今の、うん、テロ対策っていうのは特別重要施設、あ、特定重要、特殊施設って言ってるんですよ。でこれは要するに安全対策をする前は、いわゆる世界一厳しいとか大そう言われている基準ができてから5年以内に作りなさいっていう、要するにテロ対策設備ってのは、それがどこにあるか公然にはしないで、でそこから遠隔で原子炉を止めたりとか冷却したりする機能をそこに持たせなさいっていうことなんですけど、ミサイル飛んできたらもうダメなんですよ。そうそうです。要するにニューヨークの 9.11 みたいなのを想定して、でそれを5年以内に作りなさいって言ってたのが、それが変わったんですよ。安全対策、まあ基準が変わってそれに適応するようなまあ審査を受けますよね。で審査が合格したら工事始めますよね。はい、
対策、安全対策、はい、で安全対策の工事をの計画が認可されてから5年以内に作りなさい。だからそこでちょっともう甘くしちゃってるんですよね、うんうんうん、本当は基準ができてから5年以内、うんうん、だからいつその再稼働したいんですって1年後か2年後か関わらず基準ができてから5年ですから、うんうん、5年後に再稼働 したいんですけどっつったらすぐ作れとこういうことなんですけど、それを伸ばしたんですね、うん、あの要するに工事を始めてから5年っていうふうに伸ばしちゃったんですよ、うん、規制委員会が。タイムラグができますよね。あ、できますよ。すごい。再稼働してそれができるまで何年もあるってことですか。5年ですから再稼働する前に安全対策工事しますよね。で工事の開始から5年以内に作りなさいって言ってるんですけど、まあ5年間工事してていいよってことですよね。そうです、そうです、うんうん、でも今はもうどこもできてないんで、ね、もう九州の仙台原発のあと1年しか残ってないんですそうするとどうなるんですか。いやですから止まるの。いやそれ電力業界がまた規制委員会に何とかしてよって、何とかしてよ、もうちょっと終わんないんだけど、もうちょっと伸ばしてよって言ったんですけど、さすがに1回伸ばしてんだからもうダメだってことで、止まる、止めなきゃダメでしょうね。これね、だってテロ対策じゃないですよ。甘すぎる。テロ対策なんかできないです。本当できないですよ。本当だったら、本当だったらね、対策するまで再稼働しちゃいけないっていうのが。あ、そうです。それも対策してないのに再稼働。いやですから5年以内に作りゃいいっていう、そういう見切り発車なんですよ。その5年の根拠も薄いし、5年の根拠は何もないでしょ。適当にこう片手みたいなこと、そんな感じですよね。あ、本当にやっぱりどこの原発だってそんな、まあ、私は今動いてる四国の伊方に行ったんですけど、あそこは一番あの外から全貌が見える、うんうん、狙いやすいっていうことですね。狙いやすいですし、あの普通なんか福島にしろ他のところにしろ要塞みたいになってて、あの一般に住んでいらっしゃる方は外から見えないんですよ。で中で何やってるか分かんないんですよ、ね、あんま建屋があってってことですか。建屋も見えない原発いっぱいありますから。福島第一だって小名川とかね、福島第一とかはもう煙突しか見えない感じですからね、うん、でも伊方って全貌が見えるんですよ、うん、でそこでどうやってテロ対策やるのってで、うん、みんな分かんないようなところにそのテロ対策のいわゆるコントロールルームを作りますって言ってるんですけど、全部見えるやん。コントロールルームが見えなくてもしょうがないよね。いやいや、ですから それを作っちゃう、それを明かしちゃうとそこを攻撃されたらもう終わりだねっていう、まあ、そういう。そうだけど大元狙われても終わりだしね。そうなんですよ。だから本当にもうあれはもうなんか取ってつけたような対策なんですよね。ですからもう本当にテロ対策やるんだったらさっき言いましたけど、うん、止めて燃料を全部どっかに避難するしかないですよね。だってバカなんですよ本当に。うちの近くの原発の所長がですね、あの朝鮮からミサイル来たらどうするんだって聞いたんですよ、うんうん、そしたら、いや朝鮮のミサイルは精度悪いから当たりませんっつったんです。真面目な顔で言ってるんですよありえないじゃないですか。だって4階はあれだけ打ってくれと言わんばかりに並んでるわけですからね、うん、まあね、これあの、テロリストは日本の何を見ているのかって本書いてあった幻冬舎から全然売れませんでしたけど、こういうこと書くと、ね、うん、で、そこではっきり認識しなきゃいけないのは、例えば北朝鮮という国があったとして、ね、公には言えないんですよ。日本を火の海にしてやるとはよく言ってますけど、うん、あの原発を狙ってやるからっては絶対言えないんですよ。ね、あの分かります。だってこれ戦争犯罪、戦争犯罪になるから。で国際人道国際法ったらあのこれが威力なんです。でそれ言ったらこれはもう本当にあの簡単にこれは無法国家になっちゃうんで、うん、ね、あの北朝鮮でもこんなことやらない、ね、戦争犯罪国家になるから ね。だから国家がもし原発を狙う場合はいわゆる通常兵器ではなくて、ね、いわゆるあの
テロ攻撃をします、ね、つまり非国家を見せかけ、つまり国家に外交上の非難が来ないようにでやりますよ、本当に やろうと思えば。そうするとどのくらいの装備でどのくらいのグループでそれができるかってシミュレーションやったんですよ、ね。海上自衛隊に最初の今特殊部隊作ってるんですけどね、陸自と海自に ねそれを最初の司令官になったあの伊藤スキアスってのがいるんですけど、伊藤スキアスさん今度ご紹介します。まあ、彼が言うには非武装で5人でできる、日本の原発だったら、つまりそれで占拠すればいいわけですから ね今ドローンがあるでしょ、ね、だからあんまり視覚的に見える必要はないわけです。今簡単に見えますからドローンでね。それで非武装でですよ、僕は軽武装で10人って踏んだんですよね。で彼に言わせると非武装で5人で、非武装で5人で占拠できるという話ですね。で日本の場合はこれね、あの20年前の話、僕はこれから先生質問、ね、非武装でなんで占拠できるんですか。入っちゃえばいいわけだから、入ってメルトダウン起こせばいい。そうそう、つまり何にもピストルとかナイフとかそういう凶器を持ってなくて、素で丸腰で入って現場で調達して、現場で調達武器になるようなものをね、それであの屈強な身体能力を持ってるね特殊部隊ぐらいの人間ならば非武装でできる。あ、そういう意味で選挙できる、で選挙できるってことはメルトダウンもできる。そう、あ、できますよ。まあ、さっきちらっとね話をどうすんですかみたいな話を聞いて、ふーみたいな、入れてもらえれば簡単にやったらね、プラスドライバー1本でできますし、でおっしゃったようにあのミサイルだけじゃなくてドローンでもできますし、ミサイルは命中する必要もないわけですよ。周りの例えば電線とかに当たってもいいですし、隣の原子炉とは他の設備に当たっても大変なことが起きますからね。から本当にちょっと、まあ、原発とテロ対策って言ったら、まあ、本当にもう馴染まないというか、ありえない。昔映画であのボーリングの球を真上からポンと落とすだけでできるっていう映画がありましたけど。あ、原発ですか。はい、まあボーリングの球は大丈夫だと思いますけど、ボーリングの球なら大丈夫、ぐらいだったら、まあ、とにかくね、これを考え出すとあの日本の国防が成り立たなくなる。そうですね、あのどんな武器を買っても全く意味がなくなるってことは。いや、ですから私らはあの私も現役の頃はあのミサイルが飛んできたらどうするんだっていう質問があったんですね、あの一般の地元の方とかで、それを答え作れって役所に言われて、困りに困って、あ、日本は法治国家ですからありえませんそういう答えを作ってやってましたね。だからミサイル当たったらもうダメなんですよ。ダメだからミサイルどころじゃないけど、ミサイルは飛びませんって、まあまあ、法治国家だからみたいな、ね、法治国家、いや、あのみんな一応法治国家だけど、だもうちょっとね外交交渉によって飛ばないように しますみたいなことを言ってればまだしも、法治国家だからありえないって、それで我々の時代は済ましてたんですよね。我々っていうところが面白いですけどね。我々っていうのは、まあ、我々の方がね、我々は、まあ、20年ぐらい前ですからね。まあ、あのまだ希望を捨てたわけじゃなくて、あの ぜひ政治家なっていただきたくて。いやいやいや、そうですよね。いろいろ僕はあの長谷池さんが気になったらね、早速その伊藤スキアスさんってことを紹介してね、3人でねアメリカとヨーロッパとか渡って一体、先進国ではどういうねテロ対策がどういうことが想定されて、それを逐一、見てきて、やろうからずっと考えてたんですよ。いや、だって前も伊崎さんに申し上げたんですけど、日本だけですよ、原発の入り口、丸腰、警備員、大体自動小銃ぐらい持ってますからね。怖いですよね。で今そういうこともやってますけどもね、今だから焦点はそこじゃないんですよね。大体あの原発を狙うテロ犯ってもうこれもう実行されてるし、大体5年ぐらい前から
準備始めるわけですよ ね, すね 中に入り込ませるわけです。ですから福島の事故ってもう本当テロリストにはものすごいヒントを与えたので本当怖いと思いますよ。だからそんな遠隔で 9.11 みたいに飛行機が突っ込んだ時にそれを遠隔でなんかメルトダウンしないようにするなんてこんなもう本当もう絵空事ですよね。だからもうそんなものにお金かけるんだったらそのお金で止めると止めて燃料を出すしかないんで、もう太陽光でも石油でもこの国はね国防できません、うん、国防はできない無理、どんな武器を買ってもできない。それは原発がもうこれだけ動いて作っちゃってあるから、だってもうねあれ移設できないしさ絶対あるしさ、まあ、言葉を返せば地雷、踏みやすい地雷が置いてあるようなもんですよね、まあ、アメリカにとっての地雷でしょうね、うん、1万キロも離れたとこからこんなところに地雷を埋め上がってみたいな、うん、究極の地雷ですよねこれ。そういう話を勝手に埋め上がってしたいんですよね。そういうこうリアリティの上に国防論をね、じゃあ、うん、通常の国防論が成り立たない国だとして、ね、じゃあどうするのかって話をしなきゃいけないわけでしょ。いやだからやっぱりこれ言うとなんか品種変わるかもしれないですけど、池崎さんが最後に憲法9条が問題だから変えようみたいなことを言うと、うんうん、まあちょこっとつまんで読んでる人は、うん、安倍と一緒かよこういう発想をする人が、うん、まあ、かなりいるんじゃない、一緒じゃないよっていうのを、まあ、それは言っていかないといけないですね。書いたりおっしゃったりしてますけど、一緒じゃないもんね、一緒じゃないよつまむ人が多いですから、うん、つままないでねってつまんじゃダメよってそこ走っちゃダメよってなんとか右とか言われる人は、うん、ちょこっとこう一緒だけ、でも右翼だけじゃないと左翼もつまむって思ってると思う。ご家派はそうですね、両方ともつままないでって ご家派からもそういうふうに言われるかもしれない。そうそう、いや別にね、うん、なんて言われても別にあんまり気にしないタイプなんでそうね、そこがいいところ。フォローゼロだもんねツイッターで、あ、そう、石崎さんから、あ、今で1なの、あ、1なんですか、うんうん、失礼しました。私だけはフォローしてたダイレクトメッセージ使えない、そう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 いうところは素直な、だからすごいなんかね、やっぱり自分の言うことはいけない、他の人はもう聞かない、うん、そうそう、いやそんなことないですよ、すごく寛大だしね、本来は。分かりますよそれは、ただあのそう打たれ強いっていう、打たれ強いし、いやでも打たれたか分かってないからそれで基本あの挑発モードに入るのが早い。そうそうそう、結構挑発してません、この頃覚えた、いやいや挑発なんか全然してない、炎上商法より挑発の方がやっぱりだって共産党の支持さんとかに喧嘩売っちゃってるから、そうそうそう、うん、そんな仲良かったのにさいやいや仲いいからこそっていう愛情で喧嘩売ったりするからややこしい。小池さんもね、うちまで来てさもう手の焼ける彼女みたいなもんですよね本当に今でも人間的に好きですよ。そうですよ、うん、愛とともに、まあ、福島みずほさん大好きだしさ、できるだけねもうちょっと噛み砕いて13歳にも分かるぐらい、うんうん、あれそう周りが補うっていう曲をやろうかな、うん、お願いします。憲法の話はあんまりよくしたくないんですけど、ビクトル・ハラーのね平和に生きる権利っていう曲をやりたいと思います。ご存知のように社会主義政権チリでできて、それがアメリカにね、支援されたピノチェット政権ですね、将軍がねクーデターを起こして、でいわゆる社会派としたとして全部虐殺したんですけど、その中にビクトル・ハラーもいたんですよね、虐殺されたね、その人が作った平和に生きる権利、つまり平和的生存権ですね、憲法、我々の憲法13条に、ね、書いてあるね、でそれをね最近また日弁連のね宣言向けて激怒したんですね、先週。んつまりね、13条に書いてある平和的生存権と憲法9条の自衛権をねリンクさせちゃったんですよ。つまり憲法9条は戦わない、何も持たないって、そうしか読めないでしょ。でも自衛隊できちゃったんで、なんとかごまかそうとしてね、9条でも自衛はできるとね、なぜかというと
平和に生きる権利が国民にあると13条に保障されている。それを保障するのは政府の役目だから、ね、国民の平和的生存権を守るために最小の自衛はできる、それが9条の自衛であるというふうにしちゃったんですよ、日弁連が。日弁連がそう、ね、これっておかしいんですよ。だって自衛っていうのは国家に帰属するもので、平和的生存権というのは人権ですから、これ個人に帰属するもの、うんうん、でしょ。国家が個人の権利を利用しちゃいけないでしょ。 じゃなかったら殺人事件で戦争を起こしちゃうわけ。昔はできたんだから。これしょっちゅう伊勢崎さんがおっしゃるけど、いまだにまた日弁連がまたもう踏んだんだ。それこんな国際法の理解あるかよ。敵を増やすとこんなことね。ちゃんと見張って、人権を何だと思ってるんですか。国家の自衛権に利用され、されちゃうよっていう。だって国家の自衛のもとにね、あのビクトル・ハラも虐殺されたんですよ。でしょ、っていうことになっちゃうよってことですよね。そうですよ、違うんだよっていうこと。そう、当たり前で絶対リンクさせちゃいけないけど、これはこれは人の命を守る13条と国の自衛権にあんまり口実を与えないようにしよ う、それは何を考えてるんだ君たちは。はいはい、あの怒るだけじゃなくて撤回させましょう、撤回させましょう、撤回してもらうまで説明しましょう。一面ね、人類の努力をさ、あの基本的人権のね、うん、ね、ユニバーサルディクレーション、ヒューマンライツをさ、わかりました。ね、ね、なんとここらのこの知能ににじむ思いで、ね、人間の安全保障ということを概念を確立したさ、先人たちの努力をさ、なんと考えてるんですか。これ国家が蹂躙するんでしょ、人権を。ふざけちゃいけないですよこれ。もうちゃんとこうたどってたどって、すみません、毎週宿題がある、宿題が。
い、じゃあ5分間休憩します。素晴らしい。ピアノ中島ひろえ、トランペット石崎健二、スペシャルゲスト蓮池徹、すいませんはい、はい、北宮子です。5分休憩します。やりましょうかね。ジャイアントステップやろうか。ステップスか。やっぱり少しね、日本人大股で歩く、大股で歩く時期かもしれません。ちょっとね、飛び越えてみて。ステップス、ピアノ中島ひろえ、トランペット伊勢崎健二、トーク蓮池薫さん、はい、はい、で後半進めていきたいと思います、はい。それなんで最初のきっかけはどうしたんですか。選挙の話、自分で、手挙げたんです。それともあ、手は自分は手挙げてないです。頼みにいらしたんですよね。山太郎新潟まで来たんだったら断れないよなっていうのを見たことあります。そうですね。なんかトールさん感動しました僕、ま、実は彼とは結構親交があって原発事故がきっかけなんですけど、でなんかまあそんな頻度は高くなかったですけど、いろんなとこで会ったりしてて、まあ私と同じ偏屈者なんで気が合うかなと思って。あとまあ
あいつ人に頭下げない、あいつとか言っちゃった山本氏は、はい、頭下げ人に頭下げないやつだとか言われてますけど、うん、あんな謙虚な人間いなくて、うん、でまず ぶれてないってあって、うん、で謙虚の中で謙虚さの中で批判するっつったら皮肉ぐらい言うしかないじゃないですか、はい、で彼の皮肉は一流で、うん、そういうところもすごいなと思って、うん、で私もどっちかというと、まあ、そういうなんていうんですかアイロニックとかシニカルとかそういうの好きなんで、あとはまあ彼はちょっと原発言わなくなったなっていうのがいろんな原発をね、うん、まあ、原発で一回参議院6年前に議員になったのに、はい、なんで山本は原発言わないんだっていう声が結構あったんですよね。なるほどなるほど。でそれはもう基本中の基本だから、うん、っていうのはあるし、うん、あとは選挙の戦略上はっきり言って原発反原発って票になんないんですよ。悲しいんですけど、うん、まあ、まあ、あの時間がかかるって言い換えてもいいかなと思う、ね、時間がかかるというか、うん、もう全てこうもう政府の策略に乗っちゃってもうなかったことにされてるっていうのか、ええ、まあこういう言い方が適切かどうか分かりませんけど、コアな方はずっと、うん、うん、反原発なんですけど、うん、そういう方々が、まあ、大勢いらっしゃるかというとそうでもないんですしね、うん、だその辺も、まあ、あくまで選挙対策って意味で、まあ、一番目に消費税やめようぜっていうのを持ってきたわけですね、うんうん、で私は、まあ、あの令和の発策って8つ緊急政策を挙げたんですけど、原発即時禁止、被爆させないっていうのは8番目だったんですよ、うん、で私なんか彼が新潟私とかじゃなくて新潟市でちょっと街頭で街宣やった時に、うん、なんか8番目になってますけどって言ったんですよ、うん、そしたら、うん、いやあの8番目じゃないんですって言うんですね、うん、で皆さん映画とか見るとエンドロールってありますよねっつって、うん、で主役はまあ一番上に出てくるけど、うん、もまあ、主役じゃないけど鳥、うん、重要な役割の人は最後に出てくるじゃないですかって言って、うん、まあちょっと苦しい言い訳だなって聞こえたんですけどね、まあ、鳥とか締めとかね、うんうん、オチとかね、それで、うん、最後が一番大事、だからまあ彼はその原発っていうのはもう完全にあのダメだって言ってるからあるんですけど、ええ、まあ、いろんなところで、まあ、放射能だとか、うん、歩く風評被害だとかって言われてるんで、うん、選挙中も一緒に福島市へ行ったんですけど、ええ、ちょっとあんたいろんな風評を振りまいて、うん、見ました、ね、うん、振りまいてそんな風評被害を振りまいて我々一生懸命作った作物をね買えないようにしてるって、うん、そんな政治家いますかみたいなことがあったんですよ、うん、でなんかちょっと安倍さんを支持してる人なのかなとか、うん、と思ったんですけど、うん、よく聞いたらその方も地元の方だったんですよね、うん、でやっぱあれは私はどっちかというと山本太郎の方が原発に関しては風評被害を受けてるなって気がするんですよ。でだってあの時国は直ちに影響はないって言ってたわけですよね、でも、まあ、石崎さんすぐ、ね、うん、支援に行かれたんですけど、やっぱり相当な放射性物質が降って、うん、放射線レベルが高かったわけですから、うん、で当時の官房長官は、うん、直ちに影響はないって言ってるわけですよね。でも今でもそうですけどこっちに比べ東京もまあ高いところある、まあ、未だに言われてますけど、福島はもう相対的には線量率高いわけですよ、うん、ですから、まあ、彼は逃げろとか、あるいは福島のものは食べて、まあ、今は食べて応援とか言ってますけど、うん、まあ、当時はあんまり食べない方がいいよとか、若い人も特に若い人は逃げてとか、そういうことを言っ
ってたんで、避難の権利とかね、うんうん、でそれはまあちょっとトラウマみたいになってるところがあって、うん、でもまあ、それは私は本当なんつうかな、その決して間違ったことは彼は言ってなかったと思うし、私もそう思います、うん、避難する権利は避難したい人は避難する権利があると思います、うん、あの福島へ私も一緒に行くときに、うん、行くと俺すぐ歩く風評被害って言われるかつってあんまり行きたくなさそうな顔をしてたんで、じゃあ演説じゃなくて、うん、あのいつも彼がやってるその応対、あのなんか意見がある人はマイクを持ってもらって喋ってもらう、まあそういうスタイルにしたんですけどね、そしたらそういう人にあの、うん、歩く不評とかみたいなこと言われて、うん、で私それショックだったのは、うん、あのさっき話しましたけど、はい、この場じゃなくて、ええ、相当分断されてるんですよね、いろんな側面から分断されてる、例えば浜通り、あの福島って浜通りって言って海岸沿いと福島郡山の中通りとあとは会津地方ってあるんですけど、うん、特にその浜通りと中通りっていうのはあの分断されてるんですよ、つまりまあ意識的にあの浜通りって交付金とかいっぱい出て、うん、今まで散々恩恵受けてきたんだから多少の苦痛は我慢しろみたいなのがまあ、極端な意見ですけど中通りにあるわけですよね、うーん、そうすると浜通り対中通りみたいな構図ができる、で避難する人は、まあ、浜通りの避難区域は、まあ、全員避難してくださいっていうのがあるんですけど、はい、中通りの人ってのはそんなに避難指示は出てないんですよ、でも、うん、私は怖いから逃げる、まあ、いわゆる自主避難って言われてる人ですね、はいはい、自主避難しようとすると周りにいる人たちが、うん、お前が逃げることによってここの評判がまた悪くなる、だから自主避難する人としない人でまたそこで分断が起きたり、もっと言うとその選挙中に話が出たのはその方はそ賠償金にすごい不満を持ってたみたいなんですよね、例えばあの双葉大熊っていうのは立地点なんですよ、はい、で浪江っていうのは結構大きな町だったんですけど、はい、立地点じゃないんですよね、はい、ただ放射能汚染はすごい大きかったんですよ、流れたから、うん、でもあの立地点への賠償額と、その浪江町の賠償額違うんですね、どのくらい違うんですか、うーん正確には分かんないですけど、少ないってことですね、うん、少ないんです立地点じゃないから、あとは、うん、あの地図上で線を引いて、で何キロ圏内とか、うん、こっからこっちはね、極端な話一人につき1000万以上とかって出るんですよね、はい、でこの線から外は月額10万円とかなるわけですよ、うーん全然雲泥の差なんですよね、うーんですから地図上では線引っ張ってありますけど、地図上で線引いただけで実際のその土壌汚染ってのは行ってみなきゃ分かんないわけですよ、線量地図とか出てますけど出てますけど実際はなんかコンパスみたいにパッて引いたんでしょうね、賠償ですから金額が極端に言えば道挟んで向こうの家は一人につき1000万円賠償金出てる、では赤ちゃんもおじいちゃんおばあちゃんも一緒ですよ、うん、6人家族だったら6000万円ぐらい出てるんです、で道一本挟んでこっちは月額10万とか、これ絶対分断されますよね、なるほど、だから本当の意味でやるんであれば不公平感がないようなそういう賠償をするとか、うん、そういうのを考えなきゃいけないですし、うん、だからもうやること本当でたらめなんですよ、あの要するに自主避難してる人の住宅とかの支援は2年前にもう打ち切られてるんですよね、うん、で避難支援を打ち切るとその人たちはもう避難者じゃなくなっちゃうんですよ、
ですよね。だから避難者数何万人の中から自主避難してる人の数が減るわけですよ、はい、と見かけ上は避難者の数が減るんですね。あとその避難区域でも解除するとそこにまあ戻れっていうわけですよね。減るわけですよね、つまりね、うん、そうそう、避難者がなくなるから、戻れって私にすればすげえ酷なことだなと思うんですが、うん、戻れって言って、うん、戻る人もいれば、まあ、1割ぐらいは戻るんでしょうけど、うん、戻る人戻らない人含めて避難を解除したところはもう避難者数から除くわけですよね、うん、だから本当にじゃあ今何人の人が原発関連で避難してるのかが分からないような状況になっていて、自治体が出してる避難者数とそれから国が出してる避難者数が全然合わなかったりとか、まあそういうこともやられてたり、なんといっても原子力緊急事態宣言っていうのを当時の枝野官房長官が3月11日の夜19時ぐらいに発令したんですよね、はい、それがまだ解除されてないんですよ。だから緊急事態宣言下でいろんなことやってるわけですよ、うん、来年オリンピックやったりとか、そういうんでいいんですかってこと、うん、だからなぜかっていうと、うん、それダブルスタンダードにしちゃってるわけですよ。緊急時という名のもとに、許容量を許容値を緩くしてるんですよね。被爆線量も含めて、そうです。なんとかしなきゃいけないからってことですよね。被爆線量は私たちは、まあ、東京とか福島以外のところにいる人は、まあ、単位は無視していただいていいんですけど、1ミリシーベルトなんですよ、1年間で。はい。で緊急時という名のもとで福島は20なんですよ、20倍なんですよね。ですから避難区域解除するのには従来の20倍の線量で避難解除してるんですよ。あとその汚染土とか土がありますよね。で一般廃棄物と放射性の廃棄物 の線引きは昔は100ベクレルだ、はい、昔はとか今も100ベクレルなんですけど、はい、緊急1キログラムあたり100ベクレルなんですけど、はい、緊急事態の名のもとに8000ベクレルにしてるんですよね。80倍。そう、そういうダブルスタンダードを使ってるんで、なかなかその緊急事態宣言を解除できないのかな。だから悪用してると言ってもいいんですよね。なるほど。ですからまあ、100ミリ以下だったら全然問題ないじゃないかっていう人もいるんですけど、私はもう経験上もう浴びるより浴びない方がいいに決まってるわけですから。そういうふうに敷地なんかないよっていうのは、まあ、原発事故の時から言われて、その後ネオニコチノイドでも言われてますけど、まあ100ミリシーベルト以下はちょっと大丈夫だみたいな話あるんですけどね。うん、だから一論、やっぱり私はまあ浴びない方がいいに越したことはないと思うんで、20だろうが1だろうが、ですから私は自主避難したい人はどんどんすればいいし、それは国と東電の責任でちゃんと住宅の補助をするべきであるし、まあ行きたくないかっていう人はまあ、その場でとどまって結構ですけど、まあ、それなりの補償しなきゃいけないと思う。でそうやってまあ原発事故だけじゃなくていろんな被害者の人を分断するのが、まあ、国のやり方なんで。分断っていうのは具体的に言うと、まあ、ですから賠償金だって何千万もらってる人と月額10万とかじゃ絶対そこで溝できますよね。お金のコミュニティとして不健全な状態になってるっていうことですよね。なんかこう悪口言ってとか足引っ張ったりとか、で週刊誌は書くでしょ、その原発の、特に週刊誌新潮とか朝霞に書いてましたけど、被害者は高級車に乗って朝からパチンコ行ってるんだよね、そんなことを書くわけですよ。そうするともうそこの人たちはみんなそうなのかって思われちゃうわけで、でもそうじゃなくて格差があるんですよね。
であと今住民税とか固定資産税っていうのは減免措置が取られてるんですけど、はい、それいつまで続くかって見通しが立ってなくて、うん、私はだからもうそのそもそも中通りと浜通りがこう分断される、まあ地理的には分断されてますけど気持ちとかで分断されるのはよろしくないなと思うし、うん、だから何ですかね、その復興したふりするなっていうのが私の一番いい。あと復興計画の中にその分断を何とかしなきゃっていうのがないってことですね。ないですよね。むしろその分断を促してるような節もある。あそうですね、だからその賠償するんだったら公平に、公平じゃないんだったらその理屈としてそこの人たちが理解できるような賠償しなきゃいけないと思ってますけど、そうじゃないからコミュニティマネジメントになってない、なってないですよね。コミュニティマネジメントの第一人者だからもう一回ね、あのジャズ火消しで行ってもらって、ちょっと皆さんの考え方みたいな聞いてみたいなと思うんですけどね。行きましたよね、で、まあ、あのほとんど毎年行ってましたよ ね、 ね、あの僕らが長く毎年行ってましたよ ね、 ね、最初から行ったのいつでしたか。3年目でしたからね。いや、ジャズ火消しは1年目だったと思いますよ。1年目行ったんだ。そうそうそう、その時にね、あの壇上で初重さんが頭下げたんですよね。あの時に僕もね、え、あの多分あの東京電力の元社員とかあの現役の社員も含めてちゃんと謝ったのは長谷家さんが初めてだったんじゃないですか。いや、あの申し訳ないと思ってる人はいると思いますからな、言わないですよ ね、 ね。私の同期なんかはあの福島で復興本社ってあって代表やってたやつがこの前福島行って、うん、恥を忍んできましたっつって最後に原発はそれでも必要悪ですって言ったんじゃない。ダメだなと思いましたけどね。言う必要あるんですかね。言う必要ないでしょ、ま、ただからなんで言いたかったんだろう。言っとけってことなんじゃないですか。言っとけ、まあ、だ本当にちょっと福島復興復だからオリンピックでね、なんか予選やるとか聖火のスタート点にするとかそんなんで復興を装うんじゃねえよっていう私は思うんですけど、うん、だからね、で本当に、ね、久しぶりに会ったんで、まあ、これからあのオフレコで飲みながら、まあ、作戦会議をしたいんですけどそんな、これ言ったと思うんですけどね、ほら僕ね、あのとにかく先進国の中で、原発を狙われる対象だっていうふうに国策をしてない唯一の国なんです。このですよね、この国ですよね。狙われるリスクを全く考えて想定外にしていて、まあそね、だから2つ目の安全神話みたいな2つ目の安全神話、ね、他みんなやってるんですよ。他の国はアメリカなんかものすごくやってる、ちゃんと、ね、ちゃんとやっている、ね、でいわゆるその再生エネルギーとか原発が必要か必要かじゃないかっていうのはずっとこれだけ議論してまだね、決着はないですよね、ある意味 ね。でこれを多分ね、あのさっき言った国防のリスクからちゃんと見据えるっていうことですね。まあそこを考え出すと再稼働できるわけないんですけど、なぜこういうことかというと、あの本当にこれをね、経団連の重鎮で原発産業に名前出せないんですけど、その人1年前亡くなっちゃったの、うん、で相談を受けたんです我々、うん、全く捉えたら経団連の重鎮もう表 だって言えないけれども、ここから話すと思ってるわけ、ね、それ稼働中の原発ってのは自らに向けた核弾頭であるってその人の言葉なんですから、うんね、まさしくその通りなんですから ね、うん、ね、でこれをなんとかね、あのそっちの側面から、ね、して、うん、とにかく原発の再稼働をもうとにかく原発は作らないってことで初めてだし、うん、ね、うん、再稼働しないってこともそうだし、うん、そこで終わっちゃいけない、思考停止しちゃいけない、そこからまた始まらなきゃいけないです、うん、本当にこれを未来英語を狙われない工夫をどうやってするかっていう話、うん、これ国のイメージを作んなきゃいけないし、うん、敵を作らないってことを外交の一番主軸にしなきゃいけない、この国、うん、この国はね、うん、ね、狙われたらおしまいですから、
ね、5人で非武装でできますからこの国を破滅させるのは、ね、それをなんとかねやりたいんですよね。あのだから令和頑張ってほしいっていうまあ選挙も大変ですね、やっぱりね。いや、そりゃそうでしょ。あ、もう参議院選でよかったなと思いますあのもう衆院選とかなったらどうなっちゃうんだろうと思いますけど ね、 ねえ、出るんですか。いや、一応立ち往生出ると、うんうん、僕はまだ応援に行かない方がいいでしょうね。なんか、いやいや、誤解されるからぜひぜひいらしてそれでさっきのお話を票が減っちゃっていやいや、そんなあのそんなことない、そんなことないです、ね、大丈夫、はい、うん、憲法9条だから本当に勝つつもりでやらないとね。ね、僕はすごいでやってますよ。いや、これちょっと言わせて。あの僕ね、あのね、令和が立ち上がった時にね、10項目出たじゃないですか。あれ見てやっぱりね、こいつら本気なんだと思ったんですよ。それなぜかってさっきも、ね、あの原発のことね、あの憲法のこと書いてない。憲法、あ、そうね、憲法、あ、とんでも法はやめるってな、ね、そう、それしかないよね。でこれ本当に勝つもりだと僕はね心強く思ったわけですね。それに対してあの、野党連合があったじゃないですか。一番目に出てるじゃないですか、憲法のことが、ね、それで野党内でも調整つかないのに共通項目にしてですよ、して、ね、あれだけ憲法問題相手の土俵に乗られて言ってる連中が共通項目の一番目に入れて、お前ら何やってんだって逆に怒ったんですね、国民興味あるわけないじゃないですか。だって自民党の現役の議員がこれは田原さんが言ってたんだけど、興味ないんだから、だって選挙民興味ないからね。憲法問題そういうもんなのね。ね、でそれをなぜさ相手に土俵に乗らないって言って僕を非難してる連中が土俵に乗りまくりで一番項目入れて、それまたね離反者も出始めて、国民なんて民主党でしたか、ね、あれは合意してないとか後から言って孤食だけになってさ、本当に勝つつもりあんのこの人たちのことね。やっぱり消費税だであろうとか経済の問題ですよね。でそれを前に立ててとにかく勝つってことをね本気で考えてくださいってことですよ ね。それからですよ、安全保障の問題とか憲法をどうするかと思うので、皆さんの 日常と関係ないんだからこれ。でしょ、やっぱり消費税はやっぱりあの我々は諸派だったんで、あの政党じゃなかったんで、うん、テレビは全く取り上げてくれなかったんですけど、うんうん、やっぱり消費税ゼロってないんだなのはありましたよ。でもただその財源どうするのってことはきちんと提示してるわけだし、そんな空論言ってんじゃねえよっていう人もいましたけど、だって消費税ゼロにしてあとはその俺もなんか今までずっと言われて山本も言ってきたことなんですけど、法人税と所得税を累進課税して、そして要するに金融所得みたいな分離課税を廃止すれば、うん、大体29兆円ぐらいの財源が出る。すごいですね。そういう、まあ、資産もそれは参議院にやらせてる資産なんで、うん、まあでもね、山本太郎が恣意的に計算した数字じゃないので、うん、まあ、そういう、理解や計算してそういう数値を彼はガンガン出して、うんうん、最初原発男だったのに、うん、すごい勉強してるなってのがあったし、うん、まあ彼はブレないですし、チームの食い方もね、うまいし、まあ、あと、はい、付け加えるとね、あの憲法問題入れなかったけど、彼憲法に関してはものすごくクリアなビジョンを持ってたんですよね。でそれをね、うん、ずっと今まで持ち続けてるはずなんですけど、僕あれだけ護憲派の立場で現状のこの国際人道法とかそういう問題をちゃんと捉えて、で他の法整備で、うん、やることはやるんだ、それがまずしなきゃいけないんだってことを彼4年前に言ってたんですよ最初。で僕そんな政治家にね、護憲派の政治家の中で初めてだもん、あったの。他の政治家はそんな問題は存在しないとかスルーする人たちばっかりだから彼はね明確にそれをちゃんと捉えて、まあ、リアリティがあるっていうか、そう、うん、そう、騙したりこう強がったりするのができないたちなんでしょうね、うん、まあただまあ元役者だけあってね、うん、おちゃらけるんでおちゃらけるあの笑い取ろうとしたりとかするんでうん、うん、まあ威張るよりはいいですよ。いや、それはいいと思うんですけどね、うん、まあ、時期たらやりますよね。からね、ただ我々すごい出遅れたんですよ、まあ彼が立ち上げたのが4月10日ですから、
で、そうか、工事が7月5日なんですよね。よく2人でも似合いましたね。最終的には4月10日に彼がやろうって言って、あ、違います、令和を立ち上げて、で私がやるよ、一緒にやろうって言ったのが5月31日なんですね。で2ヶ月経ってますね。で1ヶ月後ぐらいにさ2人目で、あとドタバタで10人で、要するに政党じゃない諸派は10人立てないと比例区に出せないんですよ。ですごいですよね、ドタバタで決まって、お金集めもよく集ね、うん、まあお金も大口なんてあんまりなくて、うん、1万円クラウドファンディングで、そんな感じで、うん、クラウドもうクラウドっていうかもうリアルでリアルな寄付集めて、その場で、はい、ね、だもうだって工事日に私は第一声上げられなかったんですよ。あ、そうでしたっけ。出遅れで、あの総務省受理が遅れ、受理してもらえなくて、うんうん、夕方4時ぐらいになって、うん、あ、声出していいよって、まあ、完全に出遅れたのもありますし、で、まあ、結構マスコミのカメラもいっぱい来てたんですけど、うん、まあ放送しないだろうなって言ってて、うん、で中でそのいろんな人が演説してくれてたんですけど、茂木さんって脳科学者の茂木健一郎さんと、はい、それから映画監督の森達也さんが、うん、そのカメラ なんで撮ってんだってあのとまあ言ってくれて、まあ それはまあ痛快だったんですけど、まあ結局選挙終わってからあのいろんな、そう、なんで終わってから流すのって普通の人の素朴な疑問。ざまみろとか空見たことかで流すんだろうっつってたら、なんか、うん、なんとか旋風なんかね、ポジティブな流し方。一番嫌だったのは N 国と一緒になったのがすごい嫌だったですからね。なるですね。まあちょっと、まあまあ、ね、N 国の悪口言うとね、襲われますからね。あ、立花さんって私一回だけ会ったことあって。意外な接点、変わった人だなと思ってました、ね、どこで会ったんですか。いや、とある国会議員の、うん、あ国会議員じゃない、とある国会議員候補の応援で一緒になったんですよ、ね、もうその時点で、うん、あ、ダメ、この人ダメだなっていうことだったんでしょうね、多分ね、あの当選しないなっていう。で、私応援に行くと大体こう皆さん落選するんですよ。え、あ、娘の旦那だけは当選しましたけど、あ、国分寺市議会なんで、うんうん、あとは本当にみんな落ちてましたね。うん、だ去年の新潟県知事選も勝手に応援に行ったんですけど、ダメだったですよね。これからは違うかもしれませんよ。いや、あの、まあ、とにかくね、あのとんでもないことになってるんで、で、まあ、ちょっと選挙とは関係ないですけど、その今の日韓の火種はどうしたらいいんですか。そうそう、急にね、うん、さっきニュースが舞い込んできて、韓国が要するに機密情報共有の協定ですか、ジーソミアをもう破棄するっていう、韓国が一方的に言ってきて、で日本はけしからんとか言ってるんですけど、先ほど、うん、でそれに対して日本政府が抗議するっていうニュースも入ってきて、まあ、こういう時、まあ、いろいろ電話かかってくるんですけど、なんかよく新聞社って電話で意見求めて、うん、ね、あの省エネやるじゃないですか、うん、だそれがもう全部拒否して、こういう時に何も言わない方が一番、いや、これもすごいですよ、うん、これでいいですよねって言って、うん、まあそうですねって言うと、うん、走り気語るになっちゃう、じゃあうっかりそうですねもう言えない、そうですね、おいおい、言えないですよ、おいおい、あ、自分でストーリー作ってこう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 ですよねって、これでどうですかみたいな話すると、あ、いいんじゃないのとか言うと、うん、走り気弱くなっちゃうんで、うん、大変、ちょっと、まあ、だからこういう時にね、こそね、どんな悪くなったって、ね、センスだって、
敵国同士じゃないわけで、我々はね、同盟国同士ですよね。まあ、あのアメリカが調子外になった準同盟国っていう言い方しますけどね、準同盟国ね、はい、ね、それなりの信頼調整やってますし、あの軍、あ、まあ、自衛隊は軍じゃありませんけど、自衛隊と韓国軍の協力なんていうのは日常茶飯事ですよ、うん、で東京に呼んで逆もあるし、僕もあの防衛省で教えてるでしょ、僕のクラスにも必ず、韓国軍の将校が入っていて、軍事組織ったらこれ敵国じゃない限りね、うんうん、ね、同級生みたい、北朝鮮から来ませんよ絶対ね、うん、特に中国も来るんですよ、ね、一般市民、一般の人たちが想像する以上に、うん、そういう軍的な、ね、信頼情勢っていうのを普段からやってるんです、うん、じゃなかったらさ、じゃなかったら隣国でですよ、お互い警備やってるわけでしょ、ね、勝ち合うわけですよ、ね、うん、レーダー照射も含めて、うん、ね、あんなことは日常茶飯事で、アメリカだってしょっちゅうやってるわけだから、うん、ね、そんなこといちいち外交問題にしたらさ、まあ、もう持たないわけですもんね。でそれはまあ現場で収めようねみたいな話をずっと、これは信頼情勢って言うんですけどね、でこういう事件が起こったら教訓にして次は起こらないようにしようねって、現場の人間だけでね、でそれとは 別に将校たちがこうで、ね、お互いに学び合って一つの、クラスの中にいたりね、そういうことずっとやってるんですよね実はね。じゃあ今のこの感じっていうのはエスカレートしてるようにテレビを見てる人は思ってるかもしれないけど、そんなことはなくて、そんな気にしなくていいっていうことなんですか。もう気にしなきゃならない状況に、つまりどちらの政府も世論気にしだしますか、これだけヒートアップしてるから、ね、せっかくそうやって信頼醸成を、ね、官僚機関同士でやってるのにそれもできなくなってきちゃうってことになり始めてますよ今ね。世論がヒートアップしてるんですかね。なんか世論がヒートアップっていうよりは政府がヒートアップしてるのを世論がおいおいって思ってるような気がする。いやそれマスコミが煽ってるんでしょ。そうそう、マスコミと政府がヒートアップしてて、世論がって思ってるっていう感じじゃないですか。いやでもね、イケイケっていう人も多いですからね。でそういう人たちをが支持層となって今の政権が成り立ってるわけだから、ね、そういう人たちを落胆させないようにそういう力が働くんですよね。でこれが負のスパイラルで、下手すると戦争に突入、まあ韓国で戦争すると僕は全く思えないし。さっきね、蓮池さんから始まる前に聞いたんですけど、こう韓国の留学生と韓国語で、いつも韓国の留学生が、私今いる田舎で、うん、新潟で韓国の人の留学生2人が、うんうん、歩きながら韓国で会話してたら、うん、後ろから来たおばちゃんが、うん、いきなりバカ野郎って言ったらしいんですよ、うん、まあそれがどういう理由かよくわからないんですけど、うん、ひどいですねって言ってたんですけど、まあ、そういう例がどれだけあるかっていうのはあれだけど、そういうふうになっちゃうんですよね。ね、まあテレビのその何ですか、喧嘩を煽ってるその流れに乗ってしまったのか、まあ昔からある田舎のそのメンタリティみたいのでついつい言ったのか、こういう時にはね、大手メディアには絶対関与しないっていうのが僕のポリシーなんで、前回のレーダーの照射事件の時、あの時も意見求められたけど、とにかくもうしないと、マスコミとしてはそこへ意見がなるべく乗らないような、僕はしない、僕はそこに組みしもしないし、はい、なるべくそれを取り上げてもらいたくないってことですね。何言ってもね、火に油を注ぐことになっちゃうから、ね、一番いいのは黙ってることです。僕個人としては黙ってることが一番いいと、うんうんうん、なんかあれですね、なんだっけな、私日テレとテレ朝に聞いたんですよ、うん、したら両局が知り合いに聞いたら、両方とも、いやこれ韓国語のやると数字上がるとか必ず上がるって言ってましたね。ね、これね、2回俺国際会議に総理に言われましたよね。一つが国連 PKO、 韓国ってリード国の一つね、すごいから、もう日本とずっと PKO のリード国、もうリード国ね、日本なんか足元に及ばないほど国際的なプレゼンスがあるわけですね。うん、だから重要な国際会議が、国連のための国際会議をソウルで開いたり ね、うん、それ先月、去年の暮れも呼ばれたんですけど、その前はアメリカ軍のやつですよね。
これ非常に残酷な言い方なんだけど、韓国軍の首脳は日本の自衛隊がいわゆる戦争はできないってことを分かってます、うん、これは別に救助があるからではなくて、だって軍事法廷持ってないから撃った責任を撃った後の責任を取れない、うん、この国は、うん、だからどんなに強そうに見えても撃てない、うん、軍事組織として分かってますよ彼ら、うんね、だけど、なぜそれを言ったらおしまいなってのがあって、やっぱりこの辺のね、ね、地域としてみんなで協力して、北朝鮮とか中国があるから、ね、言わないだけの話であって、軍事関係者は自衛隊が多国籍軍の一員として使える軍事組織ではないってことは分かる。だって撃ったら責任も持てないわけで、ね、こんなの使えるわけがない、ね、で多分これは日本のね、日本に対する敵外心を煽ることによって韓国の政府もやっぱり儲けてる部分が、ね、安倍政権が そのようにね、お互いそれがこうしてるだけの話になって、儲けてるってつまり反日感情は政権にとっては一つの材料になるわけだから、あ、支持率をアップするのにっていうんですね、これはどこの国でも同じです、うんうん、だからこれは出さないけど、現場の実務家は日本の実情、法的な問題っていうのは分かってますよ、うん、ね、うん、まあでもどんだけやるんかなって感じするんですかね。もうちょっと先が見えなくて、ただほらトランプ政権になって、朝鮮半島から確実に引いてるでしょアメリカ軍は、うん、ね、だからこれがこの地域、北東アジアにおいてアメリカ軍がね地上から減っていくわけだから、うん、ね、それは海と空はまだ制圧してるかもしれないけど、ね、地上部隊をどんどん引いていくわけですよ ね。でこれが起こってるので大きなこれ変化が起こってるわけですよね。だから日本とアメリカがいたからこそ日本と韓国がまあある程度つながってたって部分がどんどんアメリカのプレゼンスが少なくなって、まあ安倍政権は行かないでくれって言ってるわけだから、で韓国から引けばもしかしたら日本のプレゼンスが大きくなるかもしれないし、もしかしたら軍事均衡性をガンマーために引いちゃうかもしれないし、韓国日本両方から引いちゃうかもしれないし、ね、その辺が分からないんですよね、トランプ政権何やるか ね。ある意味面白い時代かな。だからそれ一環として今のことが起こってると考えれば少しね気持ちが大きくなって、で多分大きな意味でアメリカのプレゼンスということが変化してるわけだから、ね、日韓関係も今正念場ですよ ね。本当に我々の知力とかそういうものが問われるってことですね。ちょっと同じ太郎でも河野太郎よくわかんないですよね。まあ別に私山本太郎絶賛するわけでもなくて絶対服従してるわけでもないんですけど、あの人政治で今ちょっと微妙な関係あるんで、うん、民間でちゃんとやろうよみたいなツイートしてたんで、うん、民間民間とか民間で、ね、そういうつながりは大切にしていきましょうよって火つけたのはあんたじゃないの。河野太郎さんが河野太郎がツイートしてたんですよね。あの人ふざけてるんですよ。中国の報道官とツーショットとか撮ったりしててよくわかるんですよね、うん、無礼だろうって言っておきながらみたいなのもあるし、それでなんか G20 の時とかは、太郎を探せとかって、初級編とかねアホですよ、ね、エンターテインメントを目指してるんでしょ。要するに遠くから撮ったその会議場に太郎はどこにいるかって、それをね初級編とか中級編とかあとその上級編とかってマフィーを探せの真似なんだ。そういうねふざけたそういうのはいいからちゃんと仕事してるっていう感じですね。もうリツイートしましたよちゃんと。一番腹立ったのは彼結構フォロワーがいるんですよ600だったか60だったか忘れましたけど60万だったか忘れましたけど、はい、6666並びのスクショで撮ろうとしたけど失敗みたいなアホがあるんですよ。
みんな結構ウォッチしてる人が多い。ここいやあれちょっと外交で外務大臣かって思いますよね。若さをねアピールしてるんでしょうけれど、すごい好意的に言うと。そうですかね。知りません。いや本当に。それよりやってもらいたいことは。やることいっぱいありますよ。だって、うん、今日のジジソミアだって機密情報もう共有しないってことになったら、うん、はっきり国上院から情報をもらってることって結構あるので、まあ、もう拉致問題なんて17年も経っちゃったんですけど、うん、韓国の国上院に依存してる部分も全部とは言えないですか、あるわけですから、そういう要するに北朝鮮情報が、まあ、国上院経由、韓国の、まあ、昔の KCIA 経由で入ってくる情報もあるわけですから、うん、それも遮断されるってことは、うん、ますます情報がなくなってってことですよね。つまりね、だからポーズで怒ってるだけで。そう、なんつったらこれ言えば言うほどさ、日本は恥ずかしめてるようなものになっちゃうんだけど、ほら、で軍事関係者が集まる国際会議出るでしょ。ね。つまり軍事法典がないってことはどういうことかというと、その国には機密は存在しえない。わ、うん、かります。ね。まあ、事実よく漏れるし、日本のね、つまり軍事情報もこれ大変な罪なわけです、普通の国だったら、ね、国家の存続に関わるような問題だから ね最初から日本は相手にされてないんです、実は。なんか地理情報もめちゃくちゃっていうのはこの頃よく出てたりしますよね。ね、地理情報ジーソミアもさ、だから元を正すとさ、全然意味で日本は機密はないと。機密がもらってるだけ。機密情報に価値を持ってない。あげちゃったら漏れると分かったらあげないでしょうか。そうですよね。それから罰則がないんだから。うん、ですよね。ね。だからこれ言うとなんか日本は恥ずかしめてるみたいな、なんかまた変な人に刺激するからなかなかあんま書かないし。石崎さん書かれた昨年のそのソウルの会議ですか、うんうん、あれって各国ってどれくらいの防衛関係者が来てるんですか。全員軍事ばっかりですよね。軍事相当地位偉い人が。あ、もちろんもちろん。あ、そうなんですか。陸軍の将軍レベル。将軍級ですか。というかトップ、いや参謀総長、参謀総長、そういう人が来てる。参謀総長サミットがあるっていうことを知って、うん、日本はそんなのやってんの。自衛隊の幕僚長とか行かない、行ったんですか。行ってもちろん、その時は陸上幕僚長でしたけど、今統合幕僚長になってます、彼は。あ、小林さんって言うんですけど。そうですか。で、そういう人が行ってなんかそういう無能だみたいなこと言われちゃってる、ね、言わないですよね。言わないでしょ、まあ、面と向かって言わないでしょ、言わないけどみんな分かってる、うん、っていうか、だからほら僕みたいなのが行くと、僕は別に外務省に行ってくれって言われてるわけじゃなくて、防衛省に行ってくれって言われてるじゃなくて、アメリカ軍と韓国が来てくれって、個人で来てるわけだよね。いかにその自衛隊とかが信頼されてるっていうか、だからそこで、国際作戦とか国際司令部ってのはどういうふうにあるべきかみたいな話をしなきゃいけないからね。ね、そうすると国際司令部に属せるわけがない国のトップがいるわけです。そこにだから、ね、トップの人が語らないかんじゃないですか。言えないでしょ、それ。ほら、だから伊勢崎さんと目を合わせなかったり、伊勢崎さんが話すとスーっていなくなったり、全員チームがいなくなる。そうだけ。一人っ子一人、日本のあれだけ。普通ほら、ハイテーブルに座ってる統合幕僚長各国ね、その後ろにほらチームの席があって全部いなくなる、日本だけ。でもそれ見えちゃってるわけだし、あれいなくなったなってみんな思ってるわけですよね。で司会者のアメリカの将軍もさ、びっくりしてる。で目が点。目が点っていうか、僕と目を合わせて、そういうことなんだよねみたいな。そういうことなんだよね。こんなことだって外交問題なの。これ外交問題って国の根幹にかかる。口に出すと。国の軍事組織が、軍事組織の手、ね、サポート、軍事組織をたるものにするべくの法体系を持ってないなんて国はないわけ、普通。
でそれを伊勢崎さんがさあ言いますよってなった時にみんながスーっていなくなって、呼んだ国としてはこれで面白くじゃなくて、僕は彼の立場だってもそうさせざるを得ないですよね。せざるを得ない。でも私はそのそこにこう座っていた国のだからこういう人の場合なんかさ、あのほら後悔すると僕ね、なんかね面白がっちゃってさ、いや面白がっちゃって、いや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 、そういうことじゃなくて、日本さ、日本どうしようもない、嬉しいって日本人のタイプじゃん、これ違うって。いや嬉しいとかそういうことは別として、僕はあの時もう苦渋、もう本当にもうやっぱり俺呼ばれないはよかったのかなみたいな気持ちになるわけ。僕がいなかったらこんなことね、だって日本の社会に伝わらないだろうし、僕もあれを言うべきか言わないべきかずっと迷ってしばらく経ってあれ書いたわけですよね。で その前にもちろんこれ実は来週また年に1回僕統合幕僚国級課程っていうのがあって、立海空のね、そこでずっと10年間教えてるんですよ。で海外に帰ってきて真っ先に、その講義で、幹部たちに言ったんですよ、これね。これでそれで書く決心をした。つまり彼らもやっぱり言ってほしいって、言ってほしいって石崎先生言ってほしいっては言いませんよ。で目見たら分かる。でも仮にですよ、それは石崎さんがいなかったら、その幕僚長とかそういう人は何を言うんですか。それ知りません。だって同じようにスッと引いたら誰もいなくなっちゃいますか。だから彼らがびっくりしたら、なんで伊勢崎がそこにいるんだみたいな。これあ、そうなんですか。僕はアメリカ陸軍の太平洋司令部に呼ばれたんです。あれアフガニスタンでずっとやってたから、人脈があったんで、僕はどういう発言してるかも彼ら知ってるんで、占領政策の話をした、ね、恐ろしい話、恐ろしいっていうか、他の国の人がそこにいて、そんな日本にもそんな関わりのないというか、まあ普通のね、そこへ列席している国だったとして、こうあれ何が起こってるんだろうと、あいなくなっちゃったって、その国の人が喋るのに分からんもん。だってそういう会議では必ずプレゼンを事前に出すわけ、うん、でシノプシスって言ってどういうことを、でパワーポイントを作るでしょ、それも全部やって会場にバーって出るわけですよね。そのシノプシス、その要約っていうのは全部渡ったら、その中に日本の法的な問題も、言いますよって、ね、でアメリカの太平洋司令部に言っていいんですかってわざわざ言ったら ね言ってくださいって言って、でも統合幕僚長の前ですよって言ってくださいって言われたから言ったんだと。アメリカ軍がいけないんです別に。あいつらが作った憲法なのにさ。いやそこでその人たちはじゃあ退席しますっていうのは聞いてなかったですよね。でいなくなっちゃったんで、あいないと思ったんで、午前中いたのになんでいないのこの人たち。それは事前に言われてたわけじゃないんですよね。面白がらないの、そうやってさ。違う違う、面白がってないから。濡れに抜きせないで。それで人のせいにしないで。いなくなったっていうのはあんまりその話には乗りたくないっていう、そういう仕様じゃないですか。そう、つまり統合司令部として現地社会に対して駐留しなきゃいけないわけですよね。金正恩を倒した後にでしょ、占領統治始めなきゃいけないからね。その時に統合司令部はどうあるべきか、法的なアカウンタビリティを現地社会にどうやって取るか、でしばらくしたら地位協定を結ぶだろうし、その時にはどういうことを気をつけなきゃいけないとか、それを話してくれてるよね。だその時にやっぱり軍事法典、各法、ね、責任を持つべきです。統合司令部として各国で、ね、全部違うわけじゃないですか、軍法ね、軍事法でもね、そういうのも何が違うか、何が足りないのか全部把握すべきですよ。で大変残念だけど、それが全くないのが実は日本でしてみたいな話になって、これはちょっとあれですよね、うん、でそうもっとニュースになっていいような、もっと注目されて、誰もマスコミなんかいないんだもの。いやだって理解できないでしょこれ。だって伊勢さんはあれだけ発信してるわけですからね。ああ、うん、伊勢さんも書いてますからね、うんうん、全く紹介理解できないみたいです、現時点でもつまり戦争犯罪っていう概念が戦後ちゃんとまだあって、戦争犯罪の定義がどんどん広がってる、それ禁止行為は広がってるってことが感覚ない。リアリティがない。ね、ジュネーブ条約からどん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 、またいろんな条約ができて、
ね、戦争やっちゃいけないことを使っちゃいけない武器がどんどん広がっていて、より戦争がしにくくなっている努力を人類は続けてるっていう、なんでこれが伝わらないの。核兵器禁止条約は何なんですか。あれは核兵器を戦争犯罪にするための第一歩なんですよ。あれ被爆者がどれだけ苦労したか、あの条文読んでくださいって。中身読んでないの、吉永小百合さんも吉永小百合さんを責めてもそこだって多分あの人も読んでないと思う。あれ、ほらあの音楽家のニューヨークのこの間いた、あのサルタス、ええ音楽家の音楽家、うん、音楽家のほら坂本龍一だってあのね、新聞社の人に聞いたもん俺、あのね、核禁止条約中身読んだことありますかって。読んだことない誰も。 ありますか中身読んだ、うん、え英語で英語じゃない日本語になってますあれちゃんと。よ皆さんも読んでくださいね あの中に国際人道法っていう言葉が単語が3回出てきます。それ核兵器禁止条約っていうのは、ね、核兵器の使用を戦争犯罪にする国際人道法の一部になることを目指してるんです。ね、読んでないでしょ。読んでないです。だから問題なの。それ核兵器怖い怖いってそれで終わっちゃったよ日本。あの読む回でもしないとな。ね、またもうまたこれだけ我々唯一の被爆ってあれでも国際人道法でしょ、核禁止条約でしょ、それとジュネーブ条約、ジュネーブ条約その一部ですけどね、サンフランシスコ講和条約、いろいろだってあのハーグ条約もあるし、ハーグ条約いっぱいあるわけ、80ぐらいあるわけ。あと国連憲章、国連憲章もそうですね、パリ不戦条約もそうだし、ね、対人地雷、これが一番あれですよね、あの化学兵器禁止条約、これも戦後ですよね。こういうのが全部積み重なってる。これをやったら戦争犯罪を犯した国なんだよ。これが一番、ね、怖いんです。だって金正恩だってやらないんだから。日本を火の海にするって言うかもしれないけど、ね、原発を狙うって言えないんだから。狙ってやるぞって言えないの。だってこれいけない。ジュネーブ条約、追加条約か、第一議定書、ね、これに明確にこれ定義されたわけですね。核施設が狙うことはこれは戦争犯罪ということ。一番読んでなきゃいけないって言われるのは多分国際法学者ってことですか。あのね、それ拉致問題を脱会するために武力行使ができないなんて国際条約って厳禁されてるんだということは、政治家どんな若い政治家でも一応頭に入れておくべきですよね。これ、うん、だって戦争行為を決定する人たちですから、ね、これ普通よほどばっかなあの右翼極右政党の、議員でもない限りヨーロッパじゃありえませんね。これ開戦法規というのはどういう、その開戦先端を切れる言い訳っていうのは国際法上ちゃんと決まってて、自衛をするための ね殺人事件とか人権侵害では戦争できない。戦争できるのは、自衛できるのは武力攻撃を受けたのみですよ、ね、そう。ジャンルで言うと国際法ですよね、うん、国際慣習法、国際慣習法ですよね。それで海戦ってね、戦いを始められる、ね、その自衛を始められる言い訳を規定しているのは国連憲章です。51条、うん、国連憲章の第2章を読んでください。憲法9条の第1戦争放棄よりももっと詳細に戦争放棄が語られております。今自衛が戦争なんです。やたら最近戦争しろって人が多いですからね。そうあの憲法9条はね、はっきり言って憲法9条の2項は、憲法9条の前文っていうのははっきり言って憲あの国連憲章のコピペですよね、うん、全然憲法9条は大したことないです、国連憲章に比べたら。うんうん、いやちゃんと読んでほしいね、それ国連憲章ね、うん、そうで国連憲章は非常によく守られております。時々変なことする人いますけど、
まあ、トランプみたいなねなんかビアンカがなんかあのシリアの子供たちかわいそうっつってミサイル撃っちゃうみたいな話になっちゃうこれ絶対やっちゃいけないやらないしみんな。まあだからやっぱりあれじゃないですか、まあ、あのまあちょっと朝鮮の話とか出たんですけどね、私はもうさっきちょっと前北さんと話したのは、うん、あの今まで朝鮮をまあバッシングして、うん、まあ、ナショナリズムを煽ってたのがなんか米朝がちょっとうまくいってるんで韓国にシフトしただけじゃないのってさっき前北さんと話したんですけどね、それはだから今度韓国をまあちょっと敵国っていうかまあ、うん、韓国を反日国家みたいなレッテルを貼ってそれでまあそらそらっていう人も結構いるので、うん、こう、うんうん、うさばらしの対象みたいにこうスポットライトをこうやって移動させただけじゃない。一番大きいのはねやっぱりアメリカの変化ですよ、うん、トランプ政権になってから、ね、とにかく、アメリカは、まあ、トランプ政権に関しては絶対に地上戦で米兵をしてもう殺したくない、うんね、うん、ね、だから引くわけですけれども、でも覇権は残したい、だから空と海ですよね、うん、ね、ね、なおかつ高い武器を買わせると、それだけで高い武器それ待って商売急に商売になる武器ばっかり、これどうするつもりね、日本をその武器庫にして、で実際使えないから、それいざっていう時は他の国が使えるようにしたりできるんですか。だってね、駐留予算、つまり思いやり予算だけじゃなくてね、そこに置いている米軍の軍の経費ですよね、それまで払えって言ってきたんです、あの男は、うん、そこまでやるかみたいな、いざって言う時はどうするんですか。いざって、ね、誰が使うんですか。誰が使う、アメリカが使うでしょ。アメリカの人たちが乗ってってこと。誰が乗ってるって。その武器は買った武器ですか。買って日本に置いてあるその武器は、うん、売ったのはアメリカだけど使うときはじゃあ誰が乗るんですか。だから日本が使ってもし戦争犯罪を起こすでしょ、うん、ね、でアメリカはとぼけるでしょうね、切り捨てるってことですね。いくらなんでまさかね、あの国際監修に反してね、我々が占領したときにできた憲法をもう未だに持ってたの、と驚いたふりするのが関根山でしょうね。普通しないからこんなこと、しらばっくれるってことですね、うん、で戦時中っていうのは占領者っていち早くなるべく早く出てからけ、これも国際人道じゃない、あのハーグ条約だから決まってる、良い占領者になるための条件を全部書いてあるわけです、それ、ね、だからそのまま居続けることはできない、それ軍事併合になっちゃうから、侵略になっちゃうからできないです、これ。でもアメリカは他の理由で駐留したでしょ、でも占領はやめましたよ ね。その時にできた憲法っていうのは急いで作るんです。アフガニスタンもそうでした、だって早く出てかなきゃいけないから、早く独立させて、ね、傀儡政権を作んなきゃいけないわけですよ ね。だからすごく急いで作るんです。欠陥だらけなんです普通。だからこれやっとこの頃ね、比較憲法学っていうのが、日本でも少しずつ浸透してきて、憲法を比較するね、国際的に ね、英語の文章にした時にね、憲法っていうのはこれ権力を縛るためにあるわけ、これが立憲主義の共通した認識ですよね。英語の分量にしたときにその、ね、権力に対して注文が一番少ない、分量が少ないどこの国だと思います、うん、日本国憲法です。日本です、ね、一番少ないです、これ一番薄っぺらの分量、うん、一番大きいのはどこだと思います、うん、ドイツ、インドです。インドですか、意外ですね。インドはもうゼロから彼らが作りましたね、英語から独立するときにね、うん、ものすごい詳細です。じゃあインドが一番の憲法先進国ですね。でそれがうまく運用されてるとは、これ、ね、モディ政権になってから、今の政権になってからおかしいことが始まりましたけど、閣議決定どころじゃないですから、最近気楽さいですよね。そう、うん、憲法をね閣議決定で変えちゃうっていうのはすごいですね。安倍政権も真っ青みたいな。そこまでやるか、あの国で。憲法そのもの変えちゃうんですね。それでデモとか起こらない。だってそれはね、カシミールに関することだから。あ、カシミールなんだ。う
またピンポイントで。そう、でめちゃくちゃ人気あるから今モディが。本物の人気ですか。まあ、それで世界最大の民主主義国家ですよ。さあ、そうよ、千秋さんにそう言われたからって信じるかどうか。投票率もめちゃくちゃ高いですよ。 80% そのぐらいです。選挙国が広いから数ヶ月かけてやりますから。徹底してるんだ。で日本の投票システムみたいにあんなへんてくるんじゃないですか。ちゃんとね、二重投票ができない工夫であるとか、ね、字が書けない人にも分かるように、マーク方式になってるとかね、日本もそうやらないようにね、なんだね、鉛筆で書かせるの。あとアファーマティブアクションじゃないけどこう女性議員が何割とかいう決まりがあったりとか、かなり表現に自由に対する詳細なことも、詳細すぎることも書いてあるし、それはもう素晴らしい憲法なんですけど、やっぱそれはそれなりにね。それで憲法改正ももう何回もやってます、自分たちで作ったのに。それも非常にことは立憲主義に基づいて改憲をやってきたわけですよね。ね、そこですごく憲法を大事にする国です。それでも今の政権が現れて、いきなりカシミールに関するね、自治を認めるね、憲法条約があるんですけど、それ向こうみたいな、どへー、みんなびっくりする。そう、対比としてカシミールがひどいことになりがちってことですよね。救いがの手が届きにくいってことですね。それだけの、そこにパキスタンが絡んでくるから。そう、そうなんですよね。あ、パキスタンもちゃんと立憲主義ですから、コンスティショナリズムですね。つまり立憲主義に基づいて、ね、条文を改良していく。アメリカ合衆国だと別にね、あれ追加条項いっぱいつけるじゃないですか、ね、日本もああいうしたらいいと思うんですけど、別に9条廃止ってわけじゃなくて、9条そのまま残して、だけど、ね、改正条項、つまり歴史は残しておいて、ね、付け加えるってみたいな話で、ね、それはありだと思うんですよね。そういうふうにしたらいいのに。いろいろお話ししてると、なんかアジアもなんかですね、穏やかじゃないですね。まあそうですね、今フィリピンから帰ってきたばっかりでしょ。また今のドテルテ大統領もすげえ男ですから。韓国にしろね、香港にしろまあ北朝鮮は昔からですけど、すげえ男ってどうすごいんですか。いや、もう治安がバンバン良くなって、良くなってる、麻薬犯罪者をぶち殺してますからもう通称人権侵害まくり。だけどね、実行力の治安は良くなってますから。僕10年間通ってますけど、毎年教えてますけど、表歩けますもん暗くなってから。ね、それは怖くて他の人が出ていけないってことなんですか。いや悪い人たちが怖い悪い人たちが怖がってるってこと。殺されると、殺される、本気でこの大統領を殺すんだみたいな。正確さは、そう、誤爆とかないんですか。誤爆？そこが問題なんだよ。不法逮捕、それとか冤罪率が 80% とか言われて、80% ですか。じゃあダメじゃないですか。それでも治安が良くなる。誰のための治安？みんなのため。だって僕が治安がいいと思うからな。みんなって誰？僕を含めて、教員の僕です教員の僕住民は、住んでる人は、ね、そこが問題なんだ、ね、だからフィリピンは良くないとかそういうんじゃなくて、どれだけね、そんなこと言わないよ、ね、どれだけ、だって投票率 90% 以上ですからね。あ、もちろんあれ投票は義務化されてますけどね、罰金やらなきゃいけないけど、それとストリートデモクラシーで、せっかくね、民主選挙で選んだ大統領を、大統領革命でね、民主革命でね、そのぐらい意識の高い人たち、民主主義に対するね、それで今の大統領との腐敗をまず一掃するってこと、これはナレンダラ・モディ、インドの大統領もそうですよね。それと政治家のエリートから外れてる、本当に下から積み上げた、これもね、共通してる。まあトランプもそうかもしれませんよね。
ね、唯一安倍さんって、あれ安倍さんをある人たちの連中となら、ね、並び称するした世論があるけれども、安倍さんのうんこみたいなもんですよ。別に。例えが聞いたんだ。これどう表現し、あのうんこ、さっきオリンピックの話でね出てきてましたけど、ね。安倍さんがさ独裁者とかさ、独裁者ってそんなもんじゃないよあなたたち。本当に独裁者って他の国にいるから、ちゃんと見ました。民主主義のね生む独裁ってのは。ね、民主主義が生む独裁政権ですよ。これ民主主義、民主主義生んでないからっていうことですね日本はねっていうことですよね。まあだから安倍さんぐらいで、あの独裁者なんて、独裁者、独裁者っていう独裁者に悪いよって名称がかわいそうです。ちょっとね、うんこですからもうこれはもうみそくそ一緒と言いますそういうのね。じゃあ曲お願いします。あれですね、チキンやりましょうかね、弱虫じゃダメだよっていうことをね、立憲主義はリスクがあります、民主主義もリスクがあります、でもそう、ね、その憲法に従って変えるべきは変える、ね、そこを大胆にやりましょうって、その時期です。いいですね、もう70年も経ったので、チキン。
トランペット石崎健二さん、そしてスペシャルゲスト水家徹さんでした。司会はマイクと美和子でした。はい、クランドの理系兄弟美味しかったです。まだありますから、はい、食べください。はい、お父さん兄弟理系ですからね。はい、はい、次回は9月の28日、今度のゲストは井上達夫さんです、なのでぜひいらしてください。そこでも今日は選挙応援に行きますよ。マイクないですね、マイクないですね。はい、いや、応援行きます。僕ちょっと、うん、まあ、ね、うん、我々にとっては、うん、あの解散総選挙は早くても遅くてもダメなんで、なんか12月とかっていう噂もありますけどね、ちょっと12月だと間に合いそうもない。でも12月って消費増税してオリンピックの間でやろうっていうことですね。やっぱりそう、どういう、いろんなところ言ってますけど、争点はもう憲法ですよね。憲法、12月に憲法変えるぞ、いいか悪いかみたいな、が大義になるんじゃないですか。かといって来年のオリンピック終わってからだと、ちょっと、ね、都合が悪いと、都合が悪いっていうか、ここ最後の熱が冷めるみたいな、ね、熱冷めてオリンピックバブルになるはずだったのに全然バブルにもならないし景気も良くならないし、そうですね、とお台場がうんこでいっぱいっていうのもバレちゃいましたしね。そこでトライアスロンで泳ぐの本当にっていう、なんか難題山積みだし、そうですね、どうするのっていう、これ本当に消費増税すんのって、もうね、再来月ですよ、どうなるんでしょう。これ受け込みも選挙中盛んに言ったんですけど、あの5% から 8% に上がった時の消費の冷え込み8兆円ぐらいなんですね。でリーマンショックの時が6兆円らしいですよ。まあ、そんな貨幣価値は変わらないと思うんですけど、だから相当8から10ってことは、あの支払う税率は 25% あ、税額は 25% 上がるわけですから、相当落ち込むと思いますね。どうなるんですか。うんこしか待ってません。そこ混ぜないね。その話じゃなかったの。お願い、なんか全部がそれの印象になると嫌だ。でもね、私今新潟住んでるんですけど、新潟は、まあ、N 国とは関係ないんですけど、受信料支払い率が全国第2位なんですね。すごい。2位に躍進したんですよ。95.何%。ちなみに1位は秋田県で 96.何%なんですけど、だから。NHK しか見ないんですよね。で NHK 見てるとなんか妙にね、あの平和でみんな幸せなんだなっていうなんか雰囲気にね、させられそうになっちゃうんですよね。だからなんかあんのかなって。だってさっき石崎さんと話したんですけど、南スーダンでの自衛隊と現地の青年の自衛隊の人と空手がつないだなんとか、うんうんうん、あ、NHK の番組の話ですか。あ、ニュースで、うん、そっち行ったかったかですかね。まあ、あの、まあ、中にいい番組もやってますけど、まあ、本当に NHK とか見てると、ぶっ壊すは言わないですけど、ちょっとやっぱりでも田舎の人って大体もう決まって NHK 見てるので、NHK は本当に、まあ、いいね、平和だねみたいな、なんか錯覚を抱かせるような放送ばっかりしてて、まあ、いい番組は夜中とか E テレとか BS とかでやってるんで、あんまり目に触れないとかね。そっか、まあ、NHK スペシャルとかいいですけどね。あ、この前広島って映画やってましたよね。であれも0時ぐらいでしょ、深夜の。なかなか見ないような時間になりますからね。でそこかくで NHK を応援したいんですけどね、ああいう番組を作れるのは NHK しかないからね。うん、もう別会社ぐらい違うっていう結果でもいいんですよ、それでもね、分かんないけど存在してるっていうことがね。の NHK のアーカイブはアーカイブはすごいらしいですね。すごい。ある映画監督があったら、もう高いんですって、あの
借りるのは、うん、あでも借りられるんだったら、ね、借りたらもうあのアーカイブスだけで映画できちゃうんですよ、うんうん、ですよね、まあ、だから歴史ものは本当強いし面白いし夏は NHK を特に見る機会が多くなりますね。そうですね、うん、とにかく応援しに行きますからね応援しに行きますから。いや今日はその話じゃなかったんでうん言わなくちゃ。あのいやそうですね、うん、ちょっとまあちょっと変えなきゃいけないところはちょっとどころかいろいろありますので、はいはい、特に私あの山本太郎はあの子供の貧困率とか、うん、それからシングルマザーの貧困率とか、うん、まあ高齢者も言ってましたけど、やっぱり今やっぱり一番は、まあ、シングルマザーは、まあ、選挙中は3人2人が貧困って言われたんですけど、うん、今データを見ると2人に1人ぐらいになってて、うん、で老人私も含めて65以上の貧困率が非常に高くて、うん、じゃあ貧困率ってなんだって話になると、うん、なんかややこしいんですけど、あの世帯所得世帯 所得が要するにこれも変な相対可処分所得の中央値の2分の1を、うんうんうん、下回るっていう、ね、非常にややこしいんですけど、うん、相対的貧困ですよね、それね、相対的に、うん、それがもう子供に7人1人とかで 17.7% って、それがもう3年前の話なんで、うん、まあ、とにかくまあとにかくそっちだろうって思ったんですけどね、うんうん、まあ、でも皆さんなんか 10% でいいというよくない、よくない、いやだって投票率は低かったし、うん、皆さんは諦めてるのか、いやだからそこはリンクしてないからリンクしようよっていうか、させなくちゃ大変だよっていうのを言っていくしかないと思います。諦めず、まあ、一番印象に思ったのは投票率低かったなっていうことですね、うん、5割切った5割切った、5割切った、すげえなと思ったっすねえ、うん、と思ったけど、フランスも結構低いんだよって言われて、うん、あそうなんだって、日本だけが特に低いってわけじゃないよっていう、あそうですか、うん、埼玉県知事選って 20% だしね、ね、どうでもいい話ですけどまあちょっとそう研究してくれ、はい、って感じで、はい、はい、また引き続きいらしてください。ありがとうございます。じゃあ今日は遅くまでありがとうございました。おしまいです。スタート遅れました、すいませんでした。選挙イケイケ言うからさ、はい、選挙イケイケ言う